書き残しておく必要がある。書いておかないとそのうち忘れてしまうだろうし、今日聞いたことは重要だと思うからだ。私にとって重要という意味ではない。私が、あるいは今日地球に生きる人たちが何かをできるだけの時間は過ぎてしまった。でもどこかの誰かがどうにかできるかもしれない。少なくともその助けくらいにはなるだろう。これをパイプに詰め、牢で覆い、渓谷の奥底に投げるつもりだ。いつの日か誰かがこれを読んで考えをまとめるはずだ。それが許されるのなら。最初から書き始めてみたいのだが、正直なところいつ世界が終わり始めたのかがわからない。最後のピースがはまる前に長い間に何かがあったのかもしれないし、一度何かが押し寄せてきたのかもしれない。何もかもひどいことになった。温暖化、海水温低下、ガソリンの枯渇に人口爆発なんかがあったことを考えると、破滅が衆目にさらされる前に解決するチャンスはずっとあったのかもしれない。ディズニーマジック号の沈没は誰もが覚えているだろう。思っていたよりも状況は悪いんじゃないかと皆が考え始めたのはこの時点なのではないだろうか。ディズニーマジック号は大型のクルーズ客船で島なんかを巡るのが仕事だった。ある日ディズニーマジック号が寄港しようとしていた際に突如として沈没したというニュースが飛び込んできた。奇妙なのはビデオ映像が長い間なかったことだ。海に浮いている写真はいくつかあったが、沈んでいるものはなかった。それからどういうわけかテープが出てきて各局が再生し始めた。局の連中はそれをよく調べなかったと思わざるを得ない。ディズニーマジック号は煙を吐き、強く早く周囲の小舟を上下に揺らし、まるで休暇好きな連中の夢であるかのように見えた。それが突然止まった。止まったんだ。山に突っ込んだみたいに危険な止まり方をした。甲板にいた全員が前に投げ出され、大量のガラクタが両脇から落下した。本物の混乱がそこにあった。何秒か全てが静止し、それから船の後ろが泡立ち始めた。みんなエンジンを再点火しようとしてるんだと思っただろう。出てきたのは腕だった。それが本当に腕であったかはわからないが、あれは何らかの手足であり、少なくとも100フィート、約30メートルはあったはずだ。それは船の舵の側からに達し、船を開けた。つまり上着の前を開くようにしたんだ。中にいる人たちは悲鳴を上げ走り回った。恐ろしかった。それから船が急に揺れて、巨大なトゲだらけの影が開いた隙間に突っ込み、乱暴に押し入った。それから背後で爆発が起きた。カメラは上空を通過した2機のジェット機を映して終わった。私はただ座り込んであっけに取られ、テレビを見つめ、かろうじて大統領が非常事態宣言を出すのに気づいただけだった。政府がテレビを完全に掌握するのは 2,3 日遅かったと思う。1週間かもしれない。よくわからない。後にインターネットは締め付けられたが、すぐにも落ち着いてください、すべては順調ですだけが我らが見開き書き込みできるものとなった。一番奇妙なのはしばらくの間生活が変わらなかったことだ。請求書が来たし、仕事をせねばならなかったし、学校に行ったし、とにかくすべてだ。単に怯えた人たちが大勢いて、奇妙な会話がもっとたくさんあっただけだった。直後に様々な町から人が避難しているという話を聞いた。疫病、暴動、爆弾テロ、その他の悪夢があったんだそうだ。南に行った兄が言うには、大規模な山火事が原因で移動しているということだった。変なのは兄によると、炎が奇妙に動いているということだ。ガスや野望を狙って動いているようで、均一に広がることがなかった。しばらくすると兄は話してくれた。誓って20フィート、約6メートルもある炎の巨人が全てを食い尽くしていったのだと。
そういった直後に電話は切れた。以来彼とは話していない。状況は少しずつ悪化していった。市民は動かされ続け、本当に信頼できる人と通信できる方法はなくなり、なのでどれだけ悪いことになっているのか話すのは難しかった。それでも口コミはまだ広まっており、不気味な話ばかりが蔓延した。クレイジーでクソったれな話ばかりだ。本当に北ではゾンビ、東では殺し合い、海の方では大地が人々を食べていく。カルト教団がキリストの再臨を望み、神を買収するために人を殺していく。私は何も知らないことで心の平穏を得るため、住人たちから離れていった。思い返してみると、おそらくそれが私の命を救ったのだろう。ある日目を覚ますと、窓が血で濡れていた。外側からだった。外から狂気に満ちたクソったれが聞こえてきた。叫び声、騒音、銃声、それからワイヤーが燃える匂い。私は隠れた。それを恥ずかしく思うことはない。近所の人たちが腐っていくのを気にせず、一週間近く騒音が途絶えてからも隠れ続けた。5日目が終わると電気とガスが止まり、上水道も使えなくなった。とうとう物資にこと書くようになると、私は外を覗き、世界の西側半分がなくなったのを見た。さて、本当に亡くなったのか定かではないんだが、我が家の西30フィートのところから崖が始まっており、その底は見通せず、谷の向こう側も見えなかった。どう見ても世界の一部は消えてしまったのである。郊外に行くと、そこは戦場であるかのように見えた。血まみれでありとあらゆる場所が破壊され、家屋は切り刻まれていた。でも死体はなかった。未だに変だとは思う。私は食べ物と物資をその辺りの家から集め、家に戻った。しばらくそうしていた。どれくらいの長さかは本当にわからない。数年かもしれないし、たった2、3ヶ月かもしれない。言うのが難しい。たまに太陽がその場にとどまり、2、3日続いたように感じられた。ある時は雲が入り込んできて、2フィート先も見えなくなった。それからあれらがやってきた。最初の物音で逃げたんだが、あいつらは人間サイズだったと思う。金属でできたように見えた。他にも時々小さいものが瓦礫の周りを飛んでいたので、私は頑張って正気を保った。ある時など猫サイズの地虫が這い出てきて、私を見るとストップと完璧な英語で叫んだ。何日も隠れ続けることになった。時々あたりを漂っている大きな飛行船のようなものが見えた。体の下に足がついていて、至るところに目があること以外はウジ虫のように見えた。そいつらは着地するとあらゆるものを食べたが、普段は高いところにとどまっていた。そんな奴の一体が通り過ぎた時のことだった。私は負傷した男を見つけた。傷だらけの彼はテレビか何かで見るようなスワットチームの隊員に見えたが、戦闘服はひどくボロボロに切り裂かれていた。私は彼を家まで引きずり、それから話をした。例の飛行船みたいなものを飼っていたが攻撃を受けてしまったというのが彼の弁であった。口にすることはなかったが、危ういところだったようだ。豆の缶詰と水をやると彼は少し回復したようだった。支障がないならこの私が誰なのか教えてくれないかと尋ねられた。世界の西側が消滅してから初めて人間に会ったというと、彼は幾分ショックを受けたようだった。彼は世界がなくなったわけではなく、移転しただけだと教えてくれたが、その意味はわからなかった。私は彼の治療を手伝い、何者なのかと聞いたが、それを言うことはなかった。最終的に彼は畜生と吐き捨て、下された任務はもうどうやってもダメだろうと話してくれた。彼は財団か何かで働いていて、それは刑務所と研究所を組み合わせたようなところだったらしい。
彼は奇妙なものを探し出して人を傷つけないようにしまっておくエージェントの一員だった。とんでもない仕事をしてきたと彼は大笑いした。彼によると何かが起きて一度にそういうものがまとめて解き放たれ財団のコントロールを離れてしまったのだという。GH-0 デッドグリーンハウスシナリオなるものになったの、だそうだ。それがどういうものか尋ねると彼は私を見つめ、それから語り始めた。それは地球上の人類が死に絶えたが地球自体は無事で生命が生きていける状態なのだという。人類が死に絶えたのはどういうことなのかと尋ねると彼は不思議な笑みを浮かべた。地球の人たちがまだ生きているか尋ねると彼はイエスと言ったが、それ以上何も言わないように慎重に自分を抑えた。その後私はしばらく座って聞いた話を飲み込んでいた。男はストレッチを始め切り傷を確認した。どうしたのか尋ねた時にはブーツを履き始めていた。再起動せねばならないと彼は言った。彼らはほとんど全てを作り直す技術を持っており、人類を作るのは実際のところ簡単なのだと。事件を収束させて壊れた都市を再建し、そこに人を配置するのだと。それは長い長い時間がかかるが、最終的には物事を全てかつてのように戻すことができると。記憶やなんかを作り直すことさえできるのだそうだ。大したことではないと言った様子で彼が服を着ている間、私はただ座り込み唖然とし彼を見ていた。あんたはおかしいぞと言ってやった。これを忘れる人間なんていないと。全てを元通りにすることなんてできないと。彼は止まり私を見て笑った。なぜできないと。前にもやったんだぞ。彼がおかしいのかどうかはわからないが、正気なんじゃないかと思う。家を出るときに彼は私の家が水に沈むからどうとか言った。どうか彼らが私を洗い流さないように、彼らが我々を隠さないように、もっといろいろなものを見つけてくれ。何かを残そうとした人たちがいることを私は知っている。世界を無駄死にさせないでくれ。我々を忘れないでくれ。